はい。お疲れ様でございます。イクイク選挙チャンネル、イクちゃんでございます。えー、早速、早速進めてまいります。こちら。はい。今日のね、話題はですね。はい。えー、お待ちかねの、静岡です。はい。静岡リニアモーターカー、えー、リニア新幹線、リニア中央新幹線ですね。えー、リニア工事は、 静岡県民命の水を奪うのかというタイトルで、えーえー、進めさせていただきます。まあ、こちら、あの右側に今、図を出していますが、これ、大井川水系の図で、えー、掛川市のホームページより拝借しました。この赤い破線が入っているところがリニアのトンネルですね。こちらのの水源の下に ちょトンネルを今掘っております。ま山梨県から掘り進めて静岡県の県境まで来ているようです。で私ですね実はですねこちら静岡県に取材してまいりました。はいまあ、取材といってもまああのどこか役所に突撃とかそういうことはしておりません。えー、川をね、えー、巡って写真を撮ってまあ、観察などしてまいりましたので。 その報告をいいたしますはい、実はですね、上流まで全部済むんではないかと、はい、考えていたんですが、思いのほか時間がかかりまして、ですねまあそうですね、朝、新幹線で静岡駅着いて、そこからレンタカー借りてということになりますんで、まあこれぐらいがいいところだろうという感じで、えー、取材はですね2回か3回に分けようと思っております。はい えーとですね、訪れた場所が大平橋じゃないや、これ、太平橋というもですね、太平橋、川口発電所、SL の見える丘公園、はい、だんだん遡っていきますね、河口から、で、塩号の吊り橋の前ですね、それと長島ダム、ここでもう上流に入ります。 で、奥大井湖展望所というところと、それと、えーまあ、少し戻って、長島ダムの下流で、えー、様子を見ましたと。はい、こちらが太平橋。まず左手の写真から、これはね、えー、下流、つまり海ですね。ここはですね、河口から1.5キロとありまして、えー、もうこの、 雲の,下雲,うん、雲の下に見えるこの、今ちょうど丸で示しているあたりがちょうど海ですね。まあ、関東のね、川だと上流さかのぼって30キロも40キロもずっと、ね、潮入りで,でしてね、上潮、えー、下げ潮で流れがこう行ったり来たり止まったりするんですが、もうこちらはもうすぐですね、えー、波打ち際以上は海の水は上がってこないですね、あ波打ち際っていうか、あの河口からですね。はい まああの割とこう標高がトントンと上がっていくんですね。で、これ見ての通りですね、川幅はかなり広いのですが、ええほとんどね、水はですね、こう筋のように何本か流れているだけで、とても緩やかですね、で深さもあんまりなさそうなのでえ、夏場だったらなんか短パンで渡れちゃうかなっていう感じですね。でこちらが上流側 えと北の方を望んで、これ、アルプスですね、遠くに見える山並みがアルプスです、南アルプスですね、はいえー、同様にこう、ね、砂利が広がっています、多分この線のあたりが、えーとね、国道お、国道1号線とその先の、えーとね、東名高速とか、あの新幹線が通ってるあたりですね、新幹線から見える風景も大体こんな感じですね。 まあ、あの天気は良くてね、大変気持ちよいえドライブ日和になりました。はいこちらが、えー、川口発電所、川口発電所ですね。えー、っとね、これ、上の方から導水で水を引っ張ってきて、ここで発電すると、はい、でさらにまた導水管で、えー、下流の方に流して、もう一回使うというところですね。 でこちらが本流になるんですが、はい、真ん中深くこう砂利をえぐられていますが、こちらが流れになっていて、この今、木立があるのはもう向こう岸ですね。ほんと水量は少ないですね。はい、次の写真も同じように、これ瓦。原、えー、多分ですね、昔だったらここの,あの草の,、ね、この生え際までほとんど流れていたんでしょうね。それがまあ もうほんのちょろちょろ。はい、こ,のここに、えー、鉄橋が見えるのが大井川鉄道ですね。でそちら、まあまあ、SL が走るとき、観光列車、SL が見えますよという、まあね、大変景色のいいところなんですね。はい、次がです、ね、笹,間川笹間川ダム。笹間川とはあ、この大井川の支流にあたります。 支流に、えー、ダムが作られていますとちょっと写真、えー、そかのぼりますが、<laughs> ここですね、笹間川。で、えー、この笹間川の支流もダムができていて、ここでも発電をしていると。はい、で先ほどの川口発電所がこちらですね、生見川というところの河口,が河口にあって、この点線でできているのが、あの導,線あの導水線。 えっとこうダムから取り入れた水を発電所、発電所、発電所とここつないでいって、えー、最後はここの川口発電所から、えー、と水道とか農業用水とかに使われていくと、まあ、あのそれぞれ、ね、の,の給水所があって、えー、農業用水なり浄水に、えー、振り分けられてはいますが、はいえー、このようにして大井川の水はあの利用されています。 で、こちらは、えー、また先ほどの、お笹山川の、えー、支流から少し登ったところ、塩号というところの吊り橋ですね。これがその塩号の席ですね。これもまあ、あのー、ここから給水でしょうね。ここでは発電できないでしょうから、ここから給水、農業用水とかに振り分けられていますね。はい。で、えー、反対側、えー、こちらが、 下流方面に向かってみると、右側の写真、下流方面に向かってみると、もうね、砂利の瓦が広がり、真ん中をあ緩やかに川が流れています。まあ、大体ですね、えー、大井川の風景はあ、ほぼこれです。もうほぼ砂利です。砂利、砂利に真ん中に少し水が流れていると。で、こちら、はい、えー、上流に入りました。えー、長島ダム。 はい、満水からはやや下が水位下げてるから、これで何部なんでしょうかね、9, 9, 9割だか8割だかなんでしょうね、はい、あでもあの水の色が大変綺麗いで、えーね、この日はあのあの、ね、空も素晴らしくて、はい、こちら上に上がってきたら、やっぱちょっと気温が下って寒かったんですが、はい、大変気持ちのいいダムでしたで。こちらがですね、えー、っとねと 本流に戻されるう、川に戻される水ですね。で、それ以外の水は、どう、先ほども申しましたように、導水パイプで引っ張られて、えー、さらに下流のダムう、下流の発電所でもう一回使われると。とにかく、この大井川というのは、もう水を使って、使って、使って、使い倒されるという川ですね。はい。 こ,れあのー、この大井ダムのお節素湖っていうのかな、節素湖っていうらしいんですが、ダム湖のことを、それのお上流部ですね。まあ、川が、ね、非常にこう山をい流れるからこうなのか、蛇行していて、えー、全般的にです、ね、あの直線の部分が少なくて、中流、上流はもうこういうふうにくねくねしてますよね。 うん、はい、えーで、こちらがですね、えー、その長島ダムの少し下流域ですね、はいまあ、ちょっと水量少ないですね、まあ、関東でも鬼怒川あたり行きますと、もうちょっとこう勢いよく流れていて、渓流っていう感じがするんですが、ちょっと流れが寂しいですよね、でまたあの長島のダムの下にすぐまたダムがありまして、 このように水が溜まっていくような、はい、流れてきて水が溜まっていくような状態になってます。で、こちらがですね、その長島ダムの少し上流部、先ほどのお展望所っていうところからさらにまた登ったところですが、えー、こう山並みをですね、まあこの時気がついたんですが。 あのー、ま、あ杉林ですね、これね。杉の木ですね。黄色いのは今、ちょうど花粉の時期で、左手の、このあたりも、杉ですね。あのー、知事が一滴の水、命の水とおっしゃってましたが、うん、えー、ちょっと植林をした方がいいんじゃないでしょうかね。杉はね、やっぱり保水力がないですから、あこれを、やっぱりそろそろ整理して、えー、 ねえ、えー、針葉をやめると、あのー、この地元に、地元というか、こちらに生えてるような木をおこう植えていくようなことをした方が、水力が上がって、えーね、より多く、一滴でも多くの水がたまると思いますけどね、汚水されると思いますね。でこのようにですね、まあ、私、こちらの 駿河湾の河口の辺りからこの長島ダムというところまで、えーえー、車を走らせたのですが、まあ、大体半分ですね。この黄色い、えー、ところであの示された地域がこの流域ということで、えー、こちらに降った雨はし大井川にこう注がれる、集まっていくということなんですね。川川ににははももちろんでその川の下下当然地下水も流れていてい こちらに全部こうこう、すった雨はあの集まっていくよと、それからこのご覧のようにですね、こうけえー、毛細血管のように支流がいっぱいあるんですよね。一番、えー、大きい支流がこの隅田川、それと先ほどのおこちらさ、えーっと、どれだっけな。あはい。 あれあれあれあ,あ,あ,ったあった。笹間川。この笹間川ですね。これが大きい支流で、その他にもね、ち、本当に小さい沢にですも、でもですね、あの、堰堤が築かれていて、えー、まあ、ダム化してるんですよね。で、えー、まあ、流域面積が1280平方キロメートル。あ、これ、これ、2の場所が違いますね。キロメートル2じゃないや。 それと、えー、え、関、関線、関線流路延長というのが168キロ。で、えー、支線、まあ支流があ39あるんですね。こう考えていくと、このリニア中央新幹線で工事した、こちらの水が、えー、工事による水が立、えー、た,た,たれたとしても、まあ中華流域で水路、 水流が、水量が心配されるようなことは、まずないっていうことがわかると思うんですよ。で、えー、ね、次行くとね、えー、これ、あの、川をの略図です。この青い線が川ですね。で、この四角い板は、それぞれダムや石。なんかあの、 咳の高さによってダムって呼んだり、低いと15メートルだったかなより低いと咳って呼ばれるらしいんですよ。ちょっと15メートルだったか10メートルだったか失念,失念しました。はい。まあ、いずれかです。ということで、このいうダムが32個もあると。で、おまけにですね、事実上、この上流から集まってくる、それから中流でも下流でも、降った雨、川に注いだ水というのは、えー、このダムから この導水線に、導水路に導かれてしまうんです。導かれるという表現がなぶってます。えー、導水路に、えー、流れてしまうんですねで、えー。上の発電所で発電した水というのは川に戻さないで、またそのまんまパイプを伝ってすぐ下の発電所に持ってくるんですよね。で、次のところで発電したら、またさらに次の,せあのダム発電所、次の発電所、次の発電所,発電所と。 で、えー、ところどころ農業用水に、うんまあ、発電のほかに、えー、振り分けられていたり、まあ、もちろん水道もね。ということで、最後までこの先ほど私が写真撮った川口というところでも、さらに下にこの赤松っていうところに発電所があって、で最後は結局はですね、えー、家庭や工場で使われた水、それが下水処理場から海に注いでるっていうことになるんですね。 で考えてみると、そうすると、本流っていうのは、この導水路であって、えー、普段こう目にしている川っていうのは、支流ですね、支線ですね。それが大井川の現実ですねで。こちらのその大井川水系の、こちらの水の利用、その割合なんですが、まあ、かんもうびあの見ての通おり、えー、発電用で94%。 あと農業用で5%、工業用と水道水でほぼ0.3%ずつで、そのほかということで、もうほとんど発電のために使ってるんですよね。だから例えば上流で、えー、今回の工事で多少水があの工事中に少し減ったとしてもお、まあ、おそらく影響はほとんどないと思うんですよ。発電の方に一番こう 多く昇華すればいいのであって、農業や飲み水、水道水、工業用水っていうところには影響が来ないように、発電用の方で取水制限してもらえばいい話なんですよ。そう思いませんそれと、まあ、その程度の量であれば、あの年間の、あの、年によって、えー、雨の多い年、少ない年ってありますよね。 多分その誤差に含まれてしまう、もうそれ以下、ほんのちょっとだと思うんですよ。それをあんなあの目,目の敵にしてですね、江戸時代の水争いのように、隣の県には一滴もやらねえだ、みたいなことをね、知事がね、あれ言うのはやっぱどうかしてると思うんですよ。全くこう選挙のため、それからなんか自分の存在感というんですかね、そういうことをするためだけに言ってるようにしか見えないんですよね。 でえー、実際に大井川の流量っていうと、まあ、それぞれの河川流量をすぐ、あの川のホームページあの、検索すれば出てきますが、大井川が30.9立方メートル毎秒。で、リニア工事による流出量っていうのは、0.088立方メートル毎秒なんですよ。これ、えー、たったの0.28%なんですよ。 で、先ほども申しましたけど、その梅雨時期にの雨が多い、少ない、秋雨多い、少ない、台風多い、多い、少ないによって、毎年水の量なんて、降雨量なんかもうね、大きく変わるじゃないですか。それに比べたら、その0.28っていうのはほんの少しであるし、えー、そもそもトンネルの中で最初の、あの、導水路を、 え使って出てくる水っていうのを川に戻すって言ってるんだからで、ね、やあの山梨側に落っこっちゃったものは後でポンプで引き上げるよって言っているんですから、あのー、ここまで騒ぐことじゃないと思うんですけどねこのね命の水っていう表現は30年前の大井川の水回生水回生運動というのがありまして、えー、ダムができすぎてほぼ、ま、もう川に水が来なくなったと。 ということで川根本農業それこそそこから水を使っている石を引いているところに水が来なくなったとか農業が困るであるとかあと川が荒れるであるとかさまざ、あ、まな理由があって反対運動が起きたんですよね。で,で結局その反対運動っていうのはその電力会社全部導水路に水を回してしまう電力会社に対して 流量を少ししし制限しろというふうふに運動したんですよねだから今回のそのリニアへの反対っていうのは要は結局これをもう一回住民の間に起こさせようとしたあの知事による先導だとね私は思うんですよ。でその命の水をねね行ってきたりとも県外には流出は許さないと。 行ってきたりとででもすよやっぱこの辺の,あの学者さんなんでしょう知事ってそれをこの江戸時代のですね水争いになぞらえるっていうのは私は大変下品なやり方だと思うんですがねはい、えー、特に今日はですね最後皆さんのお考えというのはですね、えー、どっちにするって明日はどっちだということはいたしませんが今回この辺の資料というのは えー、JR 東海のホームページから引っ張ってきたんですが、それもですね、出典が書かれておりまして、県の資料なんですね。この94%使ってるよとか、この実際の,あの水量ですよ。それから、こちらの図もそうですね、県,県の資料を使って、えー、JR 東海が作ってるんですね。で、あの非常にまとまったいい資料が、 このあのー、リンク貼っておき,おきますので、えー、興味おありの方、ぜひ見てください。それを見ればあの、リニアなど、リニア工事による水の損失など、全く問題ないということがよく分かると思います。やっぱりとにかく数字で物を語って、工事をしたらどれぐらい減るんだあ、最悪どれぐらい減るんだと、でもそれがいつかなったら戻るんだとか。 ぜじゃあ全体に使用している水の量に対して何パーセントなのっていう、そういう、本当に数字で詰めていったらその、ね、こういう感情論っていうのは巻き起こらないと思うんですがね、と私は感じました。もしかしたら、集まってるう、まああのねえー、学術会議じゃないや、あの部会の方々とか、 それから市長さんですね、流域の市長さんたちもそんなことはすでに分かっていて、えー、まあね、知事がやってることなので、まあ、知事の権限強いですからね、県はね、それでやってるのかなっていう感じはしました。だから、まあやっぱり県民の方も考えていただいて、やっぱ選挙しないと、まあ、うちも,もううちもね、東京もそんなこと言えないんですが、 感情論にみんんな引っ張られて決めちゃうんですよねそういうのはやめて、えー、いかないと、そういう目を持って、えー、でね、候補者選んでいかないと、後で結局自分たちに帰ってくる、こう利用されてしまうことになりかねませんというか、なってますんで、今、<laughs> いろんな県、自治体が。<laughs> はい、えー、ぜひそういう目を持ってニュースを見たいと考えております。そしてですね、えー、組織票、えー、組織票によらない、 えね、不動票ですか不動票じゃないですよねそれの。国のため、自分たちのことを思い、そのね、属している集団のことを本当に思って投票するんだから、不動じゃないですよね。不動票っていう言い方やめますね。ちょっと新しい言葉を考えた方がいいかもしれませんね。はいということで <laughs>、まあ、今回ね、愛知県の選挙も簡単に決まってしまいましたが。 はい、えー、なるべくそういうことがないようなあの選挙になっていけばなと考えております。はい、えー、ぜひですねいいねボタンそれからあのチャンネル登録ですねお願いいたします。はい、今日は、えー、お付き合いいただきありがとうございました。はい、ここまでお疲れ様でした。失礼いたします。失礼します。